我が家の2015年のお正月が終わりました。子供たちもみんな社会人なので、毎年子供たちが全員揃うのはお正月だけです。今年も東京、岡山、福岡から息子3人、それぞれ帰ってきてくれました。上から29歳、27歳、24歳。それに夫と、男が4人も家に揃うとお酒の量がすごいもんです。どこの山賊たちの宴でしょうかと言わんばかりにワイワイしていました。家族全員で初詣も毎年恒例。神社にお参りして同じ場所で記念撮影。おみくじを引いて一番下のくじだった人がお昼ご飯をご馳走するのも恒例。今年は私が末吉を引いてしまい、お好み焼きをおごらされました。同じことができる幸せを年々感じています。4日の日に息子たちはそれぞれの家へと帰ってきました。その広島駅でのことです。一番上の子と3番目の子が新幹線に乗った後、最後に残っていた真ん中の息子が新幹線にいよいよ乗る時になって、俺さ、結婚したい人がいるから今度連れてくるね、と言いました。つい、そういう話は早く言いんさい、と言ってしまったところ、息子は、重大なことだから照れくさくて言うタイミングがなかった、と一言。3月に仕事が落ち着いたら連れてくるそうです。もうドキドキしてしまっています。駅まで送って家に帰ると、夫と二人、いつもより静かに感じる部屋に夫も、やっぱり寂しいな、とぽつり。お正月が終わった後のこの瞬間は毎年苦手です。でも楽しんだ分しょうがないですね。また来年の正月に全員集合を楽しみに今年も頑張ろうと思います。来年はメンバーにお嫁さんになる子が加わってるかもしれません。それもドキドキ楽しみです。福山さんも良い一年をお過ごしくださいね。ちゃんと言いたかったんでしょうね。電話とかメールではなく会ってちゃんと言いたかった。だから最後に一人残ってお父さんではなくまずお母さんに一言伝えておきたかった。すごくいろんな思いがあって言おうと思ってやっと言えた一言だと思うのでね、はい、連れてきたら緊張してると思いますけれどもお互いに、でもね、なるべく明るく、そして、息子さんが連れてきたお嫁さんになるかもしれない人をね、明るく迎えてあげてくださいね。